定期公演柳橋歌舞伎とは、福島県郡山市中電町柳橋で行われる素人歌舞伎である。毎年9月の敬老の日の前日、柳橋歌舞伎伝承館で定期公演が行われている。江戸時代、柳橋地区は天領であったために芸能が自由に行われていた。そのため、地元の館府、ねじめ神社の祭りでは村人により芝居が上演され、これが、 歌舞伎の始まりになったと伝えられる。明治時代以降、工業の規制や、後継者の不足により何度か中断したが、1980年、柳橋地区の住民により、保存会が設立されて復活し、現在演じられる下代は、一の谷二葉軍旗など15を数える。1983年3月31日には、柳橋歌舞伎が、 郡山市の重要無形民族文化財に、また、2003年5月20日には、公園に使用される歌舞伎賞17点が、郡山市の重要有形民族文化財に、指定された。2001年10月には、黒い層が完成した。2017年3月には、第21回ふるさとイベント大賞ふるさときら賞を受賞。現在では、毎年9月の敬老の日の前日、 黒い層のの舞台で公演が行われている。定期公演当日の黒い層。ありがとうございます。